学力偏差値は、ある学力試験の得点を取ったある受験者が、受験者全体の中で、相対的にどの程度の位置にいるかを示す値。学力試験の得点分布が、正規分布に従うとしたとき、上位何パーセントにいるかを推定することができる。学力偏差値は、統計学により定義される。標準得点の一種であり、学力試験の得点の分布は、 正規分布に従うとした時の自分の得点が受験生全体の中でどれくらい高い低いかを表す指標である。正規化することで受験者数や難易度が異なる。試験同士でも比較しやすくなり、個々の学力試験の学習到達度、受験における合格可能性の判定に利用される。大学受験などにおいて大手予備校が公表しているものには平均偏差値と ボーダー偏差値が存在する。どちらも、各予備校が模試を受けた受験生に対し、追跡調査を行い、模試の成績と、各大学の受験結果を照らし合わせ算出するが、両者が示すものは、全くの別物である。1957年、1963年、1965年、頃1970年代前半日本では、学力偏差値は、 中学受験、高校受験、大学受験などを含む学力試験で広く用いられている。中学受験では大手塾は、もしから得られた数値をもとに、各中学校の合格可能性80%偏差値を算出し、公開している。特に公立中学において、偏差値は批判を浴びるようになるようになり、1993年2月、文部省が、 業者テストによる偏差値等に依存した進路指導は行わないことを国公立教育行政機関に通達する。これにより国公立中学内での業者テストの実施が禁止になった。日本において各大学の学力偏差値は単に大学への入学難易度という意味でなく偏差値の高い大学イコール良い大学という偏差値の高さイコール ブランドとしての意味合いを持つ。受験生が大学を選ぶ指標として、ブランドとしての学力偏差値が使用される実態があり、多くの大学が偏差値操作を行っている実態がある。基本的な原理は、受験予備校が各大学の偏差値比較に用いる偏差値、メディアに掲載される偏差値を意図的に操作し高くすることである。大学が複数ある入試会、 方式を用意していても、受験予備校やメディアが注目、掲載するのは、メイン方式や、偏差値の最高値のみなので、それらの方式の偏差値を、意図的に上げることで、レベルの高い大学、人気のある大学と受験生などに認識されることで、宣伝になり、大学の価値を上げようとする企みである。海外では、あまり使われておらず、入試が非常に厳しい台湾、中国。 韓国でも偏差値は使われていない。桑田は上級学校に合格することは、海外では自己責任であり、親も子も学校の教員に頼り、教員もそれに応えるのが職務であるかのように思っている国は日本しかないのではないか、とインタビューで答えている。偏差値の計算に必要な標準偏差は、1860年代後半に、 フランシス・ゴルトンが思いついたと言われている。GRE、SAT、e、SATS のように、外国にも類似の指標が存在する。ロディコ、スポールディングボーイジタル2010は、その著書、メソッド・イン・エデュケーショナル・リサーチ、フロム・セオリー・ツー・プラクティスにおいて、多くの標準的学力測定では、生徒の点数を偏差値として通知する。それにより、 生徒の学力を直接比較することが可能となると述べている。英国の国立教育研究所は多くのテストで偏差値が使われると指摘した上で祖点でなく偏差値を用いる理由を説明している。一受験者の得点を分かりやすい物差しの上に並べるために役中初等教育において同じ学年の中で 誕生月による影響を補うため、三複数の試験の得点を意味のある形で比較したり合計したりするため、ありがとうございます。